飛騨路の秋を彩る岐阜県高山市の3年ぶりの秋の高山祭りは今日が2日目。新型コロナの影響で一昨年去年と中止になりましたが、昨日今日と外国人観光客の姿が。見れてよかったね。はい、これナイス。朝からあいにくの雨となり、絢爛豪華な祭り屋台10台が街を彩る屋台引き揃えや、糸で巧みに操られた人形が屋台で舞うからくり奉納などは中止となりました。しかし、せっかくの3年ぶりの祭りなんで、ちょっとでも屋台外に出したいと思って出しました。出てきたのが見えたので、すごいラッキーだなと思って。雨が止んだ午後には一部の祭り屋台は外で公開され、お囃子の音色が響く中、訪れた観光客らはその細やかな装飾に見入っていました。今年の春の高山祭りは2日間の人出は合わせて5万3000人でした。しかし秋の高山祭りは昨日が6万1000人、今日は午後2時の段階で3万1000人、コロナ禍前の状況にまた一歩近づいたようです。背景には円安の効果もあるようで、sí, Japón es accesible, muy accesible en precios. Sin embargo, en la mayor parte del mundo creo que ha afectado demasiado, ¿no? En México hay un 9% de inflación. It's really nice. In past years, it's been much worse, the exchange rate.